皆さん、あの後に、あの島で、ゴードは本当に、ひどい目にあった。もう船の上で、もう、島に着陸してないじゃん。で、あの通り、石を落とす通り、俺、船の上でも、石落とされて、死んだ。で、死んだから、手持ちの荷物全部消えるわけ。で、船の上なら安全と思って、結構大事なもの持ってた。スクラップのフックとか、炎とか、何でも持っとって、それで殺された。あの鳥に。それで怒って、あの鳥絶対倒す。と誓って、弓と矢を手にして、また着陸した。そして、あの鳥が落とす岩が当たると、多分体力の30%ぐらい減るんで、俺あの時体力100%だった。体力は100%だから、2発ぐらい食らっても平気で、でも念のために1発食らったら、とりあえず船の方にまた逃げようと思った。なのに 1発目で死んだ俺。体力100%だったのに1発目。どう思うみんな。ゲーム、どうかしてんだ、それは。まあ、それがあって、その時も、一発でも食らったら逃げようと思ってたから、その時でも、残りの大事なもの、手に持ってた。最後の弓矢とか、スクラップフックとか何でも、で、新しい作ろうとしたら、板がなくて、しかも、島で、船止めてるから流れてこないわけ、何も。で、必死で、サメを避けながら、周りの板とか、浮いてる板とか、頑張って泳いで、取ろうとしたんだけど、足りなくて、その後にまた弓矢を作っても、取り倒せなかった。矢も全部なくなって、で、本当になんか、矢とか、槍を作るために自分の船まで消してた。ちょっとでも元の材料、元の板を取り戻せるかなと思って、自分の船まで壊した。でも弓矢作れなくなって、鳥を殺せなくなって、やむを得ないであの島から去っていった。完全に俺の負けだった。あれから大きい島とかに行かずに、ずっと海の上でずっと流れていって、ちょっとずつ板とか集めて、またいつか大陸、またいつかあの大きい島を挑戦したいと思って、ずっと流れてる。そしてだいぶラフトいい感じになったし、いろんなもの集めたから、また大きい島挑戦したいと思います。皆さん、これは生まれ変わったゴードのラフト。まず大きいアンカーはある。それ、もともとあったか。で、ペンキちょっと塗った、ここ。そして、ここさ、サメさん、ここ補修ネット、回収ネット、船の中でも回収してくれるから、なんか外側じゃないとダメと思ってたんだけど、これでいい。ね、これで落ちない。落ちない。ほら。すごいだろう。ほら。でもそれより、ゴーズの新しい部屋、作りました！おいー！すごいでしょ。すごいでしょ。ん？何して？遊ぶ？で、ここ、ベッド、ここになった。で、これ、島で倒したイノシシ。で、ここは着替え室。まあ、このゲームは着替えないけど、椅子。で、床は白にしたんだけど、どうかなと思う。なんか色変えるかもしれないけど。ほら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 、全然集めてくれる。で、なんか卵手に入らなくて。
卵どうしようなと思って、でやっぱ鳥が落ち着いて産むところを作らないとダメかなと思って、ここにこれ作ったんだけど全然鳥が来ない。でこれだけちょっとネットで調べたんだけど、昔はこの普通に船まで来る鳥は昔は卵を産んでくれたんだけど、アップデートでそれが変わって、島に行って鳥を捕まえないとダメらしいです。そして、まあ、これゴード の部屋で、あっちに庭作った、庭作っといた、ここも置いてあるけど全然鳥来ない。ここには作った大きな木とか、ほら何が手に入るんだっけ、何もない。あ、こっちの方はマンゴーか、こっちはマンゴー手に入る、ほら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 、マンゴー食えよ。はい、でここはネギとジャガイモで、またマンゴーで、ここ花で、花をここに入れるとペンキになる、これで、でそのペンキ僕が切って、でブラシで色選んで、ほらほらほら、ペンキできる。まあ結構サメにやられるとか、この辺は鳥とかにやられるけど、まあまあまあ仕方ない。でキッチン2つ、そしてここに次困らないようにたくさんスクラップフック用意して、足ひれ、酸素ボトル、金属の炎、釣り棒、パドルとか建築用ハンマーも、ここに槍と弓矢用意してあります。もう絶対次大きい島に行くときに絶対困らないように、絶対鳥倒せるためにもう頑張ってきた本当に。よし、これでみんなこの素敵なラフトで新しい大きい島、大陸に行きたいと思います。もうあんな小さい島には用はない。で行きながら、そして行きながらこうやって、へい、物を集めていく。板とかプラスチックとか大事になってくるから、ここに集める。よし、あ、そっちの方向に島あるよ、あっちだな。あ、消さないと、消さないと、バッテリーがもったいない。おお、ロセ、もう庭を作ってから本当にカモメが来るようになった。もうずっと来る。まあそのおかげでたくさん羽手に入って、矢作れるんだけど、ちょっと疲れる。カモメはちょっと疲れる。なんかなかなか島にたどり着かないんだけど、上登ったらなんか見えるかな。鳥来ない、もう何これ。カモメさ、全部庭の方に行くんやね。まあ、それでいいか。の方向のはずなんだけど、やっぱ何も見えないね。何もない。サメだけ。えい、サメ。お前のこと見てるよ。でも近づいてる。ちょっとだけ近づいてきた。の方向だな。えい、楽しみ。もう今度は絶対いける。もうこんなに物集めてるから、何も材料とかに困ることはないでしょう。最悪でもこの炎3つぐらい用意してあるから、最悪でも炎で物壊して元の材料の半分また
手に入れることもできるし、きっと大丈夫。来た来た来た、びっくりしたびっくりした。もう料理してる間にあれ来てる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 。死の方か、どこから着陸、あっちがいいよね。あっちの方が着陸がいい。あー、なんか料理しとったらついてた。よし、気づいたんだけど、ここから彼でもパドル使えるおかしいだろ。なんか俺いつもなんか端っこまで必死にこうやってやってたのに、どこからでもいけるんや。あ、いる、あの鳥はいる。でも鳥の先にイノシシが厄介だよね。あ、鳥も厄介なんだけど。で、軽く、橋を作って、で、ここも潜っていろいろありそうやね。あ、あれが、あれ手に入れたい。あれだよ、あれ。あれ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 。あれが欲しい。料理を、これ。それ。なんかあれ見つからなくて。こっちの方のやるかなと思って。大きい島の方にあるかなと思って。落ちた。ないのかな。何それ、え、爆発した。なんだ今のは。すごい魚いる。とりあえず着陸前にこれが欲しいの。これ青いやつだから、そのためにちょっと潜って探すわ。あれ白いやつなかったから、そう、ほらほらほら、ここでも襲ってくるやん。ここによってもだから、この屋根ちょっと大きくした。本当にうざんやで。じゃあ、あの白いのが見つからなかったから、まあいいか。あの弓持ってるね。これを持って上陸するか。これもうまだ使えてないからね。動物に使えるかな。まあ、まず大陸の冒険第2、頑張りましょう。ネットで調べたんだけど、あのフグ、あの爆発したやつさ、 あれ捕まえると、あのあれが手に入る、爆発の粉が手に入る。だから その爆発の粉が手に入らない限りは、あのネットランチャー作れない。で、ネットランチャーないと、あの鳥捕まえられない。鳥とか動物だから、フグ欲しいんやけど欲しいんやけどないんだよ。なんかやで撃って逃げれば爆発しないって書いてネットに書いてあったから、このやり方で捕まえられるかな。お、すごい、ライオンキングみたいなとこ。鳥はこっちは来ないかな。フグー、
すぐ切って。あれだ。あれだ。これ？これだった。食べるやつ。なんだよ。早く言えよ。そんなの料理とかできるんだね。何これ？違う、サメどこ？サメさん来ないで。いたいたいってた。違う、あれちゃんと。水の中でもいけるかな。できたかな。あ、お前あっち行け。もう本当にうざい。今忙しいってサメ。本当に忙しい今。あ、こっち来るな、こっち来るな。こっち来たら爆発する。サメ、あーもう死にそう。やばいやばいやばい。しかもと今取り切ったらもうアウトやん俺。いたいた。爆発しないで。爆発しないで。あ、殺せた殺せた。でこれ拾って、爆発性来ない。爆発性の粉が手に入った。でこれ無事に、これ調査しないと。は早く。やばいやばいやばい。やった。でこれでネットキャッチャー使える。で動物捕らえられ、あの鳥捕らえ、捕らえて、であの鳥多分タムコ産んでくれる。あの鳥だ。えいおいおいおい、お前は次に捕まえるよ。いい、待ってるよ。ペットにしてやる。な、何するんだっけ。調査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 。きたー。乾燥させられます。乾燥させて使えるか。え、調査できないか。何で乾燥させる。これで。おお、危なくない。爆発するんじゃない。これで乾燥させてから。そうやね。でこれはかなり苦い味。これ調査できないけど料理はできるよね。これお。フグの頭。毒のフグの頭。であとはサーモン釣ればサーモンサラダ作れる。これどうすればどうすればいい。お、来たよ来たよ。爆発成功な。これを調査する。ネットキャニスター手に入ったで、手に入ったで。これだ。また殺さなくちゃあかんか。じゃあフグまた捕らえないとダメや。なんかあいつ何発食らってもなかなか死ななかったから。じゃああれでまだ動物捕らえられない。あのネットランチャーまだ作れてないから。だからフグもっと探すか。お、なんかやってる鳥。こっちに狙ってくるやろ。
フグ、もうちょっと探すか。フグちゃん。フグフグフグ。おいで。かわいいやつがいた。フグいるかな。いた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 。寒いいないね。なんで。殺せた殺せた。簡単じゃん。まあ日本人の料理人がいれば。いい感じに刺身も作ってくれると思うんだけど、いないんだよね、それ。思うんだけど、みんなどう思いますか？動物手に入ったら、やっぱあれないとダメじゃん。先にあれ作ろうか。あれだよ、あれ。あれってわからない。これこれこれ、草、土とプラスチックと板があれば作れる。土あったよね。これでとプラスチック、お、これないと動物に餌あげられないよね。だから動物のとこここにしようかなと思ってる。とりあえずあんまり材料、あんまり島にいる間に材料無駄にしたくないから。なんだよお前。無駄にしたくないから、ここに柵作って草を入れる。こんな感じでどうですかみんな。でこれを、おーおー、置いて水をやるんか。でこれもうちょっと土掘らないとダメなんだけど、とりあえず動物捕らえたらここ、これで大丈夫かな。でできたよできたよ。2つ作った。ネットランチャーを用意。よし、今日は動物捕まえるぞ。捕まえちゃう。これとネットランチャー、ネットランチャー、これだ。違うか。じゃあ左クリックでいきなりパンって出てくるか。試しにやりたいけど、あんま無駄にしたくない。ていうかこの島、前の島より広くない？とりあえずあの鳥捕まえたい。あの鶏みたいな。あ、やばいやばいやばい。殺せてない。今殺せたと思った。じゃあの大きい鳥ちょっと倒したい。本当に先に倒したい。動物など捕まえるより。本当にうざい、あいつ。で、気づいたんだけど、こうやって殺したサメを何回も刺すと、もっと肉が手に入る。あれ？登れない。で、その上にサメの頭が手に入る。そして被ることもできる。ほら、ほら、へぇ。面白いやろ。だからサメの肉たくさん手に入る。あの鳥本当にややこしい。今のは当たった。ああ羽が見える。当たったら、お、普通に育ってきた。これよかったね。来た来た来たで。
え？当たったんか。ふざけんな。もうなんだよ。来るぞ来るぞ。まだ倒れない。強いこの鳥。ていうか柵の支柱見るとバケツになんか入れてる。これココナッツ。お、来る来る、鳥が来る。やだ。バケツに何か入れる。なんだろう、牛乳かな。牛乳か。なんか動物から牛乳もらえるかな。牛乳というか何かの乳。あのうざい鳥倒してから他のヤギ、ヤギなど捕まえたい。足らんかった。来るぞ来るぞ。当たらない。足らない。当たった。お、倒してた倒してた。もうやったな。もうザーメン見ろ。もうあーバカー、俺の勝ちだ、俺の勝ち。もう本当に大変だった。やっと倒せた。もう多分これで、多分これでもう静かに動物捕らえたり、やっと島の探検ができる。あ、もうやっと倒せた。あ、記念としてスクリーチャーっていう鳥、スクリーチャー。そして祝いとしてサーモンサラダができたで。おーおーおー、めっちゃご飯や。っていうか俺入れてないもの出てきてるんだけど、緑の、うんうんうん、おいしいおいしい。もうバカ、ザーマ見ろ、本当にうざかった。もう倒してよかった、本当に。倒せてよかった。よし、持っていくもの。槍、炎、弓、と水。よし、あれだ。ゴード、バカ。もう、本来の任務、忘れてるよ。これ、ネットランチャーと、おお捕まえないと。とりあえず鳥が欲しい、卵が欲しい。イノシシとか出てくるかな。あの鳥がいないかな。あ、こっちは土に入りそう。本当だ本当だ。いい、キノコ。おお、いやいやいや。キノコとまた土。キノコキノコ。もう夜になっちゃうから。でもすぐそこにいる、すぐそこにいる。
まあ夜になるから明日の朝から動物捕まえたいと思います。今日こそ動物捕まえたいと思います。捕まえたいと思ってます。で2発しかないから1回も外れないように頑張って撃たないと。で近づで結構そうそう近くまで来ると逃げるんだけど、結構近づけないと撃てないかも。どんな風に撃てばいい？結構急に動くからね。急に方向変えたりするから下手に撃ちたくない。そして このネットが撃つ速度すら分からんから。できたできた、できた。ヤギ今日から お前は俺のもんだから。できた。水の中平気？汚れないで。よしよしよし、いい子頑張ってね。怖かったね。頑張っていける。名前変えられて、名前何にする？名前はミナ。で餌もあるから水いらんよね。ねえみんな、じっとしてるよヤギ。鳥を探さなくちゃいけない。もうあのスクリーチャーという鳥がいなくなってからもう本当にやりやすい。あれが現れないかな。イノシシも怖いけどね。イノシシの方はまだやりやすい。あの一方的に迫ってくるからそれでいっぱい撃てるんだけど、鳥はさ知らない間に攻撃してくる。いないな、あの鳥はどこ。あ、来た来た、やばいやばい、逃げないと。こいつ厄介なんだ。やっぱ行ったわ、イノシシ。よし、イノシシを倒す作戦。まあ水に入れば大丈夫だからね。でこの辺はサメ多分あんま来ない。イノシシマブシシイノシシまぶしし、いのしし。ここだ。やばい。やばい、めっちゃやられてる。イノシシも倒せたで。えい、無敵だ俺、無敵。お、ここ食べちゃったね。にゃかったね。大丈夫かみんな、うん、元気してる？あれができる、あれあれだよ。もういろいろ忙しい。バサミ、
おい、こっち来い。みんな、みんな、こっち来いよ。ん？あれ？なんで？まだか。できないか。俺が、人間が島に来ると、動物全部やられるか、捕らえられる。人間ってひどい生き物だな。鶏、どこですか？友達になってください。違う、ヤギの友達、みんなの友達になってくるよ。ヤギが一人ぼっちやん。すごいゴミやね、海って。あ、何？なんだこれ？鶏。あ、いた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 。いたいたいた。もう一発しかないからな。おとなしく捕まえろよ。早っ、足早すぎ。どこ行った？捕まえた、捕まえた。あー、来た来た来た。あー、なんだこいつ。目が四角いね。頭悪そう。頭悪そう、この鳥。でも捕まえた。お前、卵産んでくれるか？おい、産んでくれるか？俺の船どこだ？かわいいね。捕まえられたね。残念だね。おお。ああ、ずっと友達が欲しかったのよ。で、お前も今日から俺の友達。よし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 。かわいいね。名前つけよう。あ、お前じゃない。名前つけよう。名前はミック。よし。みんなとミック。かわいいね。みんなかわいいね。で、多分この島で動物の方は全部片付いたと思うんで、あとは物を集めるだけ。よし、たくさんの物拾ってきた。多分これでもっとペンキ作れる。なんか前さ、なんか花とかマジいらんしとかなんか言ってたんだけど、結局なんかちょっとでもペンキ塗ったらさ楽しくなって、たくさんやりたくなった。面白い。ここもさ、青にしたら、あ、なんかね、めっちゃ明るくなったなと思って。お、やっと鳥が来たわ。本当に。てか、ここめっちゃサメに食われてるよね。みなとみく、いい子にしてる？はい、水やるよ、水。そんな風に産むんだ。パッ！出た！卵。卵。ミク。やっぱミクが一番好きやな。みんなよりミクが役に立つ。調査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 。来た来た来た。脾臓直すやつ。しとく。あとは、あとはあれだけ。羊家。羊っていうことヤギじゃないよね。てか、どっかの島に羊がいるということかな。みんなおはよう。ミクおはよう。どうした？どうした？みんな、え、どうしたの？かわいいね。これココナッツチキン作りたい。キノコある。チキンはある。ココナッツないやん。ココナッツこっちか。
できたできた。ココナッツ、キノコで、チキンかける2、チキン、おめっちゃリアル、チキン、おお、ワク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 で、サメの肉結構入ってるから、サメの、サメのディナー、あ、でもあれがないと、あのブルーのやつ、あ、これも作りたいけど、牛乳どうする、ちょっと牛乳気になる、あの牛乳みたいなやつ、なんかあのこのバケツ、できた、やっぱミクじゃなくて、やっぱみんなが一番好き、やっぱ牛乳、バケツ一杯の牛、あ、もうやっとバケツの謎がわかった、いろんなご飯ができちゃう、できちゃう、魚のシチュー、おつく、おおすまずそうじゃん。ココナッツのチキン、あ、これ美味しそう。チーカ、2つできるんだね、ココナッツチキン、魚のシチューも2つできる、卵ありがとう、肉、よし、この島で集められるもの全部集めたと思うんで、去っていきたいと思います。よし、この島にはいい思い出ばっかりなんで、あの大事に思ってますあ、でも本当にこの島良かった、前回より本当にうまくいって、でもやっぱり島にいるとなんとなく板とかなくなってしまうよね。じゃあこの島バイバイ、新しい素敵な友達ができたんで嬉しいですニックかわいすぎる、パカーク、お、鳥たち使ってくれてるやん、よかったね。よし、これからまた新しい冒険が始まるでしょう、この島に。バイバイ、楽しかったよ。よし、みんな最後の一つまで切ったよ、調査する最後の羊毛、うっとりする柔らかさ、多分次の島で絶対羊いると思います、それで捕まえてみせます。でも今回本当によく、もう今回の島の冒険よくて、あのね、友達できたし、かわいいみなとみくできたし、これからあの次の島へ向かいながらラフトの解除とかやりつつやっていきたいと思います。それじゃあまたね。